はい、皆さん、こんにちは。虫 TV です。というご株人間ゲルマープリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回ですね、まあ、オンチャレなんですけれども、クリア報酬2をクリアするとね、クライフの金閣が引けるということなんですが、今回はですね、日本代表でその金閣を手にしてやろうじゃないかと。俺の日本代表にキソンヨンが。ちょっと2人は、アジア枠、まあ、韓国人の選手がいるんですけれども、うん、まあ、ま、前出した時は小笠原がね、はい、撮りましたみたいな感じで、俺が風邪ひいてた時だね、はいはいはい、俺が一人で実況したと思うんだけど、なるほど。それがちょっと時間が経って、なんとね、庄司源が新加入なんですが、新加入、TS がまだ上がってないので、うん、上田直道、なるほど、続行で、上田直道もですね、一突してるんで、一突というか、25レベルまでマックス広げてるんで、うん、ちょっとそこら辺の上田直道は違うぞと。あれなんだよね、今回はそのオンチャレで、うん、日本代表を使ってオンチャレクリアして、そうクライフの報酬引きましょうということで、そうまあオンチャレもね、まあ、ちょっとなんか縛りスカットみたいなのでやってみると、うん、まあ楽しいんじゃないかなと言ったことで、相手の方もまあそんなに別にやっぱ星2なんでね、こういう楽しみ方もできるかもしれないですね、うん、1個前の動画で、攻略系みたいな感じであげましたけど、うん、まあ普通にこうやってなんか星2ぐらいなんでね、うん、ちょうどこういうスカットとかも試せますよ、はい、ということで、ちょっとね、オンチャレがね、時間帯なのか分かんない、めちゃくちゃ重いんだよね。あ、なるほど。あ、この時間帯もね、なんかちょっと考えた方がいいかもしれないね。そう、1個前やった時もめちゃめちゃ重かったんで、うん、ちょっとやっぱりオンチャレがね、出た時の、まあ、その夕方とちょっと夜の早い時間、うん、9時ぐらいまではやっぱりちょっと重いのかなっていう感じがするんで、ね、うん、まあ、そこはあえてだいぶラグいんでね、うん、ちょっとまあやらないっていう選択肢も、うん、ここもねちょっと重いんで、ただまあ日本代表監督は長谷川健太ということで ね、もう純粋な日本人ちょっとね運営してますよ。すごいんだよね、格差ついちゃってね。あ、ただちなみに、この前の1個前の動画で、うん、ワンタッチパス持ちの選手をね、うん、銀とかでも入れとくとすごいいいよってオンチャレで言ったんだけど、それはね、重いことも結構考慮されてて、重いとね、やっぱね、ワンタッチパスね、より結構大切になってくるというか、うん、重宝するんでね、重かった時に、うんうん、それでなんか使ってる見るのはいいかなと思います ね、まあ限度があるんですけど、くるくるが出なきゃいいんだけどね、うん、またね、これぐらいだったら。さあ、ここ蹴ってく岡崎ね、うちの岡崎34ぐらいなのよ。ああ、なるほどなるほど。だからまあ結構やれるということでね、はいはいはい、信頼して使っていきたいよね。信頼、さあ、信じて、スタミナもあるからね。そう、はい、さあ、これはちょっと合わないけど伸びちゃったね。ただここ、お、なんだ、ここの切り替えで、あー、なんとかボールをね、取っていきたい。まあ岡崎はね、このチェイシング、そう、持ってるはずなんで、上田直道、さあ、いいですよ。上田もジャンプあるからね、結構。さあ、ここで中央、さあ、高志、あーっと、ナイス体、あ、え、しつこ、入り口、あ、岡ちゃんのダイビングヘッドですね。努力せーよー。いや、これでしょ、これだよね、これが求められてんのよ、今日本代表。まあでもね、ウィーアプリだとホンダとかね、いねえか、香川入れてないの、いるじゃん、あ、入れてるいるやん思いっきり結構ボール触ってますやん、トップ下で長谷部とホンダがいないんだよね。うん、長谷部はでも金だよね。そう、PSO いるけどね。くそー、ホンダも PSO はいるじゃん。ホンダも PSO はいる、うん、だけど結局アプリだと謎に消えてさ、ふざけんなよな。いや、ホンダは消さないでしょ。ホンダはめちゃめちゃいいのにね、特別枠で、ね、ウィールアプリで言うとやっぱおもろいんだよね、すごい。特別枠で入れといてくれてもよかったのにね、ホンダ圭介だけ。うん、さあ、長トゥーム、さあ、トルコ行って頑張ってますよ、遠藤ね。さあ、遠藤、日本の秘密兵器、そう、もう代表じゃないけどね、うん、もういないからね、まあ、しょうがない。あ、ここはやっぱちょっとね、格付きが多いですが、うん、これ時間帯なんでしょうがないですね。かくつく時こそワンタッチパスがいいんだけどね。うん。すごい。まあただずれるから、まあちょっと持つっていうのもいいんだけど、うん、ただ際のところで、そう、もう無理。発動だけさしとくと、まあ結構うまくいくことがあるんで、普通のね、ワンタッチパス持ってないやつはやっぱずれちゃうんでね。そう。そこで。さあ。いや、ないっす。ポンちゃんいいんだよね。いいよ。ポンちゃんと、まあ、フォワードはね、岡崎と。もう岡崎、イエローもらってんの、ね、うん。岡崎で少しのトップね。片崎ムーさん狙ってんだけどね。ムーさんね、うん、あーっと、ここ嫌な捉え方してムーさんをね、取ろうとしてるんですがね、まあやっぱ庄司、おお、まずいまずいまずい、ブーン、ギャンギャン
エイジー、おーエイジー素晴らしい、止めないと言われてたエイジが、やっぱあのラグいからね、打つあれがちょっと遅れてエイジもね、その隙に素晴らしい。シュウさんも取ろうかな。そうだね、まあ控えね、うん、一応いた方がいいよ。さあ日本中盤、そうに、え、重いからこそ、ああ、ファールじゃないか、パス出すと思うやんかのね、働きね、出さないよって。さあ、いやこうサイドも使ってけ、あーずれちゃうね。ちなみに長谷川健太監督はですね、なかなか結構強いんだよ、強いんで、あの星2とかで回る際には結構おすすめしたい監督ではありますね。結構強いよ、長谷健、この監督はかなり選手の優位置がかなりいいんで、うん、そう、あーあとなんかすごい回ってきたすごい回ってきたな、あのオーバーラップみたいなやつよね、今リレーの選手リレーのカーブの時みたいなすごいからね、ちょっとラグがねひどいんですけれども、相手これ誰ですか、俺は多分ね、であれだね、なんか初期の監督なんじゃないかな。あ、なるほど。まあそのラグい中でもね、日本代表選手で勝つと、やっぱそういう時こそ岡崎のヘディングが、あと泥臭さをチェイシング、大事なのよ。あ、そうですね、あと重い時チェイシングも強いですね。ワンタッチパスかチェイシング、うん、おこれなんかうまくかわされて、あーすごいよあ超次元サッカーなりつつあるよこれ、あくるくる、これ1個前持ってる人があったから、ね、うん、もうこれまだいい方だよ。なるほど、これまだできてたもん、サッカーが。一応1個前はもう あれ出ちゃうから、くる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 、あーこれも出てるね。でもそう、まあギリギリかな。そうだ ね、 ぐらいだね。なるべくだったら多分これ夕方ぐらいの時間帯なんで、そうだね、そこら辺に合わせてやるのはちょっとリスキーなのかもしれない、うん、ただまあこれで逆にこれを楽しむ、そう、逆にこれを楽しむんだって人はその感じで楽しむ、うん、いたらまあやってもいいのかもしれないけど、なんかカオスな展開になるんで、いやめちゃめちゃカオス、うん、でもエイジみたいな活躍したね。まあそうなんだよね、どっち転ぶか分かんないから、うん、危ない、これは長友上がらしてるんでピンチ。しかし吉田麻也素晴らしい。最近出てないんだよね、プレミアで今、うん、え、怪我してでしょ、なんかちょっと、なんか怪我っていうか、なんかちょっとあったよね、出てないんで今。いや、あれあったよ、してたよ、サウスタンプトンで、あのあれ、なんか左膝かな、うん、心配だよ、ね、なんか SNS でやってて、ちょっと大丈夫か、うん、それお前本人聞けやじゃん、ツイッターで大丈夫ですかって、うん、答えてくんねえよでも本田、あ、来た、本田さん結構返してくれるんだよね、うん、ツイッターで。本田さんはね、たまによ、たまに、ね、本当に。あ、来た来た来た、外ひろき、ひろき、岡崎のヘッドっていうのもあるからね、クロス上げたいんだけどね、やっぱちょっとね、タイミング、ちょっとやっぱ重い時の攻撃の仕方みたいなのも、うん、見つけられてったらね、こういいけど。あー、パスが弱い。ウンティティがね、結構いいね、やっぱり。そうだね、いいところに距離を取ってるんですが、やっぱマヤですな、マヤすごいわ。マヤからコンちゃんと、いいよ、硬いよ、硬いよ。シンジ。オッケー。あ、ここいいとこ通ったな。トモ。はい。シンジはちょっとボール持てるんですよ。回る、回る。でね。ああ、早めに入れといた。井出口洋介ですよ、ここで。井出口。素晴らしいよ、飛び出し。まあ、頑張ってほしいよね。うん。やっぱり、引っ張っててほしいよね。でもまだ白だよね。まだ白。白玉だよね。銅玉にはなってほしいけど。ということでですね、ここで選手を交代しようとしたんですが、対戦の方がギブアップと。あ、なるほど。いうことで、なんとか、まあ、ガチャ券、はい、日本代表でクリアできたかなといった感じなんで、ね、これで尊くなったな、ガチャ券が。うん、もう36レベルじゃん、お母ちゃん。すごい、お母ちゃんに言って、お母ちゃんね。うん、お母ちゃん。お母ちゃん。お母ちゃん。それはなんかあれになっちゃうから、監督になっちゃうから。お母ちゃんね、お母ちゃん。岡田武史になっちゃうから、それは。まあ、これでね、ガチャ引けるんで。最後ちょっといいね、一回引いていきたいと思います。ということで最後ちょっと引いていきたいと思います。いけいけいけ、ゴーゴーゴー。さあ、クライフちゃんどうなる。クライフちゃん、シンシン、は、何これ、フィンキさん毎回来るよ、こんにちはピケさんかよ。ピケさん、こんにちは。あのピケはね、あのでもウィニングイレブンとゆかりがあるというか、あのかなりつながりが深い選手で、なんかね、PSO の方では知ってる人も多いと思うんだけど、なんかピケがやってるなんかそのビジネスの、そのピケスランという会社と、ピケスラン、なんか言うだよね、なんか名前だよね。なんとか、スポーツなんとかとか言う。ピケスランみたいな会社があって、それとウィニーが今ちょっとなんか話してるんですよみたいな、なんかそんなね情報があったんだけど、何もない。何もない。進展が、うん、もう、あれはどうだったの？そんな話がね、
あの公式の方でね言われてたんだよね。なんかピケシがピケシピケシがあのなんかコナミがやりますよって言ってたんだけど、なんもなかった。結構なんかね、うん、怒りがある選手ですよ。まあということで、まあ、ピケさんと結構黒着よったね。うーん、まあ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 しょうがない。そこで黒着たんだ。まあ日本代表でね、またね、なんかあの機会があれば。そうだね、せっかくこれだけ揃えてるんで、もうワールドカップも近いですし。でもやっぱりオンチャレの時とかはその日本代表使っていきたいよね。だって別に 選手コストもそれかかんないじゃん。契約更新料とかかかんないから、まあ、またね、ちょっと今の時間帯は多かったけど、うん、もっと軽い時にもっといいサッカー見せたいね。あの日本代表の長谷健ジャパンの長谷健ジャパンのサッカーあの底力見せたいなと思います、はい、ということで、お願いします。さらばあ